こえネットニュースをご覧の皆さん、こんにちは。4月第2週、チャムカレンがお届けします。では早速、最近のニュースからお届けします。はい、では最近のニュースなんですけれども、こちら今回は6つ挙げさせていただきました。まずアルゴリズム、それから入管の問題、人権問題、ヘイト条例、それからブラジルのお話、反同性愛法案についてお届けします。はい、ではまずアルゴリズムと人権侵害というニュースからお届けします。でまずアルゴリズムとは何だろうということで、こちらなんですけれども、はい、ではまずアルゴリズムとはということで、はい、こちらが、プログラムを作るときに用いる問題を解決するための手順、計算方法というふうになっています。これが聞くととても便利なものだと思うんですけれども、問題を解決してくれるということなんですが、一方でこういった問題が指摘されています。AI がどんなに早く進化し、どれほど私たちの生活に馴染もうと、開発者である人間の現実社会にある差別や偏見を乗り越えることはできない。こちらが AI Now の共同創設者、ケイト・クロフォードさんが指摘しています。こちら2018年1月4日の記事です。タイトルが AI 専門家が指摘、人間の差別や偏見がアルゴリズムに反映されるときというふうになっています。AI というのがまた 何かなっていうことで、AI はアルゴリズムをベースとした人工知能というふうに考えていただければいいと思います。でこちらアルゴリズムのこうしたの利点と、良くない点ですね、そちらの方を、踏まえた上でこのニュースをご紹介します。こちらがですね、アメリカのニュースなんですけれども、ある黒人女性の方が、入居を断られてしまったということですね。住まいの入居を断られてしまった。これがですね、セーフレントソリューションズが手掛けた入居審査用アルゴリズムが出したスコアに原因があったからと言われています。これを受けて、この黒人女性の方が集団訴訟に踏み切ったそうです。こちらがですね、黒人の方、またヒスパニック系の方の入居希望者に対する差別的な扱いにつながっているということです。でこれに対して、アメリカの連邦政府が介入を始めたということで、セーフレントソリューションズの訴訟に対して司法省が介入をしているそうです。で連邦政府は住宅や医療、金融、公的福祉など生活に不可欠な分野で市民をアルゴリズムから保護するための原則をまとめた AI 権利章典の草案を22年に発表しているそうです。で、ここまで聞くとアメリカの話なので、少しちょっと他人事になってしまうかもしれないんですけれども、こちらに乗り越えネットチューブで2020年9月23日ノーヘイト TV、第95回で差別的アルゴリズムということをテーマに特集を組んでいます。この時がまだサムネイルがないので、ちょっと途中になってしまっているのと、こちらがですね、前半が別のイシューをお話をしているので、1時間15分ぐらいのところから、この差別的アルゴリズムについてお話をしています。とてもわかりやすくて、興味深いお話なので、ぜひこちらご覧になっていただければと思います。はい、では次のニュースです。アメリカの人権報告書で、ロシアの戦争犯罪や中国の、ウイグル族らのジェノサイドなどとともに、日本の入管問題にも言及をしているということです。こちらがですね、特に日本に関してはですね、入管施設での長期収容なのが、懸念事項というふうに、お話をしていて、スリランカ人の女性のウィシュマ・サンダマリさんが21年に、名古屋の入国管理局での施設で死亡したという問題を詳細に説明したそうです。
で、こちらがですね、なぜこの問題を取り上げたかというと、人権問題だけではなく、入管が外国人差別を助長しているという記事が出ています。こちらの記事はウィシュマさんが亡くなった21年に出された記事なんですけれども、こちらはですね、21年の数字ではあるんですけれども、入管の施設に入っている、帰国を拒んでいる送還忌避者の方々のうち3割が前科者であるということで、非常に危険な方々のように思われるんですけれども、逆を返せれば7割の方は無罪であると、そういった犯罪履歴がないということですね、前科がないということなんですけれども、でそのうちのその3割の方々も入管法違反などで刑法犯ではないということです。でそれを考えるとほとんどの方は前科がない状態なのにもかかわらず、3割の方が前科者というふうに言うことで非常に外国人の方々怖いなという印象を与え、こう差別を助長するという形で、入管を変える弁護士ネットワーク事務局長の高橋弁護士が、疑問を呈しているといった記事です。はい、では次、人権問題ということの記事です。こちら記事としてはとても短いんですけれども、MBS ラジオ、これ大阪のラジオ局ですね、こちらで、常念司氏が、朝鮮学校についてスパイ養成的なところもあったと言って発言した問題で、こちらのラジオ番組の方を降板されました。でこれが、今年の2月21日の放送だったんですけれども、これに対してですね、在日本朝鮮人人権協会の方で、質問状を MBS ラジオに送っています。で、これがですね、トップページのスクリーンショットなんですけれども、この下に質問状の内容と MBS からの、回答も載ってますので、お時間のある方、ぜひ見ていただければと思います。で、この後ですね、この協会の方々がですね、MBS ラジオの幹部の方とお話をし合ったそうなんですが、誤解を与えるような発言はあったと思うが、ヘイトスピーチに当たらないというふうに MBS 側で、言っているそうなので、こちらの協会の方々はですね、BPO、放送倫理番組向上機構、BPO ですね、こちらに申し立てをする方針となっていますが、方針、この時点では方針ですが、申し立てをしたようです。はい、次にヘイト条例。こちらが、相模原市のトピックです。2016年に知的障害者施設津久井やまゆり園で殺傷事件があった相模原市で、市人権施策審議会が3月23日です。ヘイトスピーチ規制を含む人権条例を制定するよう、市長に答申した。人種や国籍だけでなく、障害や性的指向などを理由とする、差別を禁じ、著しい差別的言動に罰則を課すことを決めた。というふうになっています。こちらが、この、津久井やまゆり園、2016年のことですので、少し記憶が薄れている方もいると思いますので、こちらちょっと紹介させていただきます。はい。津久井やまゆり園は、相模原障害者施設殺傷事件となっています。2016年7月、こちら知的障害者施設の津久井やまゆり園というところに、元職員の上原聡という人が、入居者19人を刺殺、入居者職員計26人に重軽傷を負わせた事件です。植松死刑囚は、こういった生産能力のない方々を支援することができないと。で、こういった方々のことを新質者という造語で呼んでいたそうです。でこれに関してはですね、参考までなんですけれども、最初悟さんという社会学者で思想家の方なんですけれども、この方は重度の、障害を持つ娘さんと暮らしています。でこの方と植松死刑囚と、
手紙の交換をしたようなので、これが神奈川新聞の方に紹介されてますので、こちらもよろしければご覧になっていただければと思います。で、相模原市の情報なんですけれども、こちら反差別相模原市民ネットワークというところのツイッターで、細かく、情報が、旬な情報が紹介されていますので、こちら関心のある方はこちらの方をチェックとフォローとしていただければと思います。はい、では次はブラジルのトピックスなんですけれども、F1 の王者ネルソン・ピケという人が、ハミルトン、ルイス・ハミルトンさんですね、彼について人種差別的な発言をしたそうです。これに関し対してですね、ブラジルの裁判所が、ピケに、500万レアル、これは日本円にして約1億2900万円だそうですが、こちらの支払いを命じる判決を下したそうです。で、ここの赤い囲みのところなんですけれども、ハミルトンさんが、言っています。ブラジルの裁判所には感謝したい。彼らが責任を負わせ、人種差別が容認されないということを人々に示したことは非常に素晴らしいことだと思う。人種差別と同性愛差別は受け入れられるものではない。僕らの世界にこれらの居場所はないんだ。だから彼らがそれを支持する姿勢を見せてくれたことは素晴らしいことだというふうに言っています。ただブラジル裁判所、確かに称賛をされるべきなんですけれども、こういった差別はしてはいけないのは当たり前のことなので、感謝しないでもう当たり前というふうに思える社会になっていけたらというふうに思っています。で、その後のところがですね、ちょっと気になるお話を彼が続けていまして、ウガンダでの出来事もあったし、これが同性愛者を認めただけで犯罪と認定される法律が可決されたということですね。もっと多くの国でこうしたことが示されることを願っている。アフリカや中東には30以上の反同性愛法を持つ国々がある、そういったことを言っていますので、ちょっとそちらの方も触れてみたいと思います。で、こちらが、ウガンダの反同性愛法案についての BBC の記事です。で、ウガンダの性的少数者、どこに行けばいいのか。議会が反同性愛法案を可決、終身刑もということで、これの内容がですね、この、シェルターにいるウガンダの、同性愛の方にインタビューをしているという記事で、その内容はちょっと割愛をさせていただいているんですけれども、まずウガンダの反同性愛法案の内容としては、少しちょっと小さいんですけれども、これも載っています。例えばですね、同性愛行為目的で未成年に対するグルーミング、性的搾取のために手名付ける行為や人身売買を行った人は終身刑となる。LGBTQ の、活動やメディア活動を支援または資金援助する個人や団体は起訴され禁錮刑となる。同性愛者の、権利要求や同性愛を促進するコンテンツを流通させる報道機関やジャーナリスト、こちらも禁錮刑となるそうです。で、最後ですね、同性愛行為のための売春宿や性的少数者の権利活動のために利用された不動産の所有者は禁錮刑となる可能性がある。これによってですね、シェルターも非常に危ない状態になっているそうです。で、このインタビューに答えていただいた方も、生活のために体を売ったということもあったようですし、今シェルターの中でも非常に怯えながら暮らしているようです。で、日本でもこういった方々が難民として入ってきています。私の知り合いは LGBTQ の活動をしているんですけれども、もともと難民の方を対象としてはいなかったんですが、そういった方々のところにですね、支援の話が来ています。というのが、例えばイスラム教の方の場合に難民の方はじめモスクに身を寄せてちょっと面倒を見ていただくっていうことも結構あるようなんですが、同性愛者の方はそのモスクの方では受け入れられません。また
また同じ国の方同士でも同性愛の方は差別される可能性があるので、そういった同国の方々同士で助け合うっていうことからも外されてしまいます。で、LGBTQ の方々が今そういった難民の問題であるとか入管の問題であるとか、そういったものを学びながら支援をしているという状態です。こういったことを知っていただいて、どういった方々が難民として入っているのか、もう一度皆さんと考えていけたらと思います。で、次からは、アンチレイシズムのこれからアンチレイシズムアクティビティをご紹介します。まずは東京レインボープライド2023、こちらが4月22日23日で行われます。こちら代々木公園ですね。変わるまで続けるをテーマとしたアジア最大級の LGBTQ 関連イベントであり、性と性の多様性を祝福する祭典というふうになっています。こちらはですね、本当にイベントとして楽しめるものになってますので、こういった問題に関してあまりご存じない方であったり、もしかしたらご自身がいろいろ抱えていて一人で悩んでいる方、行ってみてもいいかなと思います。私も行く予定です。で、こちらがですね、中野になってしまうんですけれども、映画大地を愛にとして生きるポレポレ東中野というところでゴールデンウィーク中を予定しています。で、こちらゆくゆくはアイヌの方々のヘイトの問題に関しても取り上げていきたいと思っていますけれども、この映画に関してはそのものを差別とかそういったそのものというよりは、アイヌの方を知り、アイヌの方々の生き方に学ぼう、そういったことがメインとなっていると思います。こちらが5月の上旬まで、上映予定となってますので、ご興味ある方は調べてみて行ってみてください。で、こちらは change.org なんですけれども、オンライン署名サイト、こちらの他にもいくつかあります。で、オンライン署名サイトそのものがですね、賛否があるものでして、まあ、ものによっては最初にアピールした内容と、実はちょっと署名後に内容が変わっていたとか、自分の署名した個人情報は心配とか、そういったものもあるので、必ずしも強くお勧めするものではないんですけれども、例えばご自身がちょっとモヤモヤした問題で、同じような問題でこう今署名を集めているとか、そういったものもあるかもしれませんし、まず第一歩としてご自身が署名を集めてみよう、そういった時に使えるものかなというふうに、例えばあとは現場、いろんなところの現場の勉強会であったり、ヘイトデモであったり、そういったところに行けないようなご状況の方でもお家でできる活動ですので、こういったものも、活用してみてはいかがでしょうか。で、こちらのオンライン署名サイトの先ほどのスクリーンショットが袴田さんのお話になってたんですけれども、袴田事件というものをちょっと寄り道してご紹介したいと思います。こちら袴田巌さんという方ですね、1966年、味噌会社の専務一家が殺害されたことで、袴田さんが、容疑者として逮捕されました。冤罪の可能性があったんですが、袴田さんは長い間拘束をされていました。で、裁判判決の根拠となった自白は、過酷な取り調べにより引き出されたものであって、袴田さんはその後、裁判で無罪を訴え続けてきました。で、新たな DNA 鑑定の結果を検討した裁判所は、検察による証拠捏造の疑いがありとして、2014年、静岡地方裁判所が再審開始を決定。で、袴田さんは48年ぶりに釈放となりました。しかし、検察による異議申し立てにより、東京高等裁判所で審理が続いていましたが、2018年、高裁は再審開始を認めないという決定を下します。この判決に対する弁護側の特別抗告を受け、最高裁判所は2020年、高裁に審理を差し戻します。で、今年ですね、2023年3月13日、東京高裁は袴田さんの再審開始を認める決定をする。逮捕から、実に57年、死刑判決確定から43年の時が流れています。で、袴田さんは今87歳というご高齢になってますので、こちら、再審を早く
く進めていただきたいなと思っています。で、私自身が初めてこれの袴田さんの事件を機に知ったんですけれども、アメリカでも似たような冤罪事件がありました。しかもですね、こちらの方も袴田さんと同じ元プロボクサーの方、そして事件が起こった年もくしくも同じ年ということなんですが、この方はルービン・カーターさんとおっしゃる元プロボクサーの方で非常に強かったそうで、ハリケーン・カーターというリングネームで活躍をしていたそうです。で、この方もやはりニュージャージー州で3人殺された事件で殺人罪に問われました。で、この方が殺人罪に問われた大きな一つの理由として、この方が黒人だったということが大きいようです。カーターさんは無罪を主張していましたけれども、やはり獄中生活20年近くに及んだということです。で、1975年、ボブ・ディランさんがハリケーンという会に関するプロテストソングを発表。で、カーターさんの半生がザ・ハリケーンとして映画化されたそうです。で、こちら歌の方を私も聞いてみたんですが、8分ぐらいの非常に長いもので、結構細かくですね、こういう方が、殺されて、この方が逮捕されて、この人は世界チャンピオンにもなり得た方なのに、牢にぶち込まれたとか、陪審員は白人ばっかりだったといった、かなり具体的な内容の歌になっています。で、こうしたものから、一つのことからいろんなことの情報が得られるということもありますので、いろいろ、ちょっと横道に入ったんですけれども、こちらも紹介させていただきました。で、アクティビティなんですが、こちら実は収録日と、流す公開日がちょっとずれてますので、どうしても直近のアクティビティだったりとか、詳しい内容というのが載せがしづらい状態です。で、一つおすすめとしてはですね、乗り越えネット通信が2週間に1度出してますので、こちらの方ですね、ぜひ登録をしていただければ、2週間に1度出ているもので、例えば反レイシズム情報であったりとか、ヘイト外線、ヘイト警報、こういったものの情報が得られますので、ぜひこちらの方もご活用いただければと思います。はい、ではマイリポートに移させていただきます。はい、今日はレイシズムと朝鮮学校について、でおまけでキムチということですね。はい、ではまずですね、レイシズムとは何かって私も聞かれると、答えられないんですけれども、なのでちょっと辞書などを引いてちょっとざっくり説明をさせていただきます。レイシズムはレイス、人種とか民族を表すレイスと、イズムですね、主義とか信仰を表すものの、くっついたものです。で、こちらはですね、辞書から見ると、辞書で引くと、人種差別、人種的偏見、また民族主義、人種主義というふうになっています。で、日本にレイシズムがあることを知っていますかという本の中で、著者の原由里子さんの言葉を引かせていただくと、レイシズムについて、人間には人種、民族、出自などによって運命的優劣があり、それは肌の色のように普遍という主義、信仰のことというふうに書かれています。で、レイシズムがどのように作られたかということも、これも非常にざっくりなんですけれども、まず15世紀以降、ヨーロッパによる植民地支配、奴隷貿易を正当化するために作られた。で、一つまず大きいのが皮膚の色により優劣をつけた。で、皆さんもご存知のように、有名なことではアメリカによる奴隷制度。こちらが、1776年の独立宣言にも黒人奴隷は人間扱いをされず、1865年まで奴隷制度が続きました。で、それから南アフリカでのアパルトヘイト。こちらは1948年から1994年まで施行された人種隔離政策。これも白人を優遇するため、非白人に対して経済的、政治的に差別的な措置を行ったというものです。で、肌の色だけではなく、実は集団にも優劣をつけています。その中の代表的なものが、ナチス政権によるユダヤ人のジェノサイド。
ジェノサイドは国家、民族、人種の集団を計画的に被害を加えたり破壊すること、大量虐殺ということです。で、こうしたことで、これらは間違っているということですね。ユネスコ国際連合教育科学文化機関は、種の生物学的差異は存在しないというふうに断言しています。つまり人種は社会的神話であるとユネスコの方では強調しています。ということで、人種とか民族によって差異はないということです。で、日本にはレイシズムがないというふうに言う人もいます。特に2020年、ジョージ・フライドさんがアメリカで黒人の方なんですが、白人の警察に拘束されて取り押さえられて亡くなったという事件が起こりました。で、それによってブラック・ライブ・マターという運動が世界各地に広がりました。で、日本でも大きなニュースになったんですけれども、日本では人種差別はないというふうに同時に、そういったことを言ってた方々もいました。で、日本ですと肌の色による差別しかないというふうに思う方がたくさんいるので、そういうふうに思っているようなんですけれども、日本でも、いろいろな差別というのがレイシズムというのがあります。これが例えばアイヌ民族の方々、沖縄の人々、被差別部落の人々、在日外国人、在日コリアンの方々、そういったレイシズムがあります。で、今日はその中で、在日コリアンの人々へのレイシズムということを、これもざっくりご紹介したいと思います。まずですね、こちらもやはり作られたレイシズムです。日本が大日本帝国を目指すにあたって、朝鮮を植民地支配をします。で、ご自身、自分たちのために朝鮮蔑視や同化政策、強制連行などをします。で、そのために正当化するために朝鮮在日コリアンの方々を朝鮮の方々を、差別をするようになりました。で、同化政策を行っておきながら、戦後には日本市民から、外国人へされてしまうんですね。で、それからいろんなことが起きるんですが、今回この近年、ここ20年ぐらいで、また在日コリアンの方々のレイシズムというのがひどくなっています。で、その近年のどんどんひどくなっていくものを追っていきます。まず1996年、新しい歴史教科書を作る会というのができます。そして慰安婦への記述を削除する運動が始まります。そして2002年、拉致問題を機に朝鮮学校の生徒らの嫌がらせが起こります。そして2005年、漫画「献館流」という本が出版されました。で、2006年、在日特権を許さない市民の会が結成されます。通称大特会ですね。で、こちらが2009年、京都朝鮮第一初級学校を襲撃します。そして2010年、朝鮮学校は拉致問題などを理由に高校無償化制度の対象外としました。で、この後はヘイトデモ、凱旋なども増え、乗り越えになっても2010年代にできるんですけれども、そういった、ところはちょっと割愛させていただきまして、この問題に入らせていただきます。で、朝鮮学校なんですけれども、文部科学省が地方自治体に対して朝鮮学校への補助金の見直しを促す通知を出しました。で、それにより何が起きたかというとですね、こちらが地方自治体による朝鮮学校への補助金支給状況一覧というものです。で、こちらが在日本朝鮮人人権協会が調べたもので、高校無償化問題が問いかけるもの、朝鮮学校物語にというものから引用させていただいています。で、こちらちょっと見えづらいんですが、網掛けの部分がですね、補助金がゼロになったところですね、地方自治体です。で、2010年にもう東京と埼玉はゼロになっています。で、そのあたりでどんどん少しずつ増えて今いて、半分ぐらいですかね、網掛けが最後の2018
8年が、半分近くがゼロになっています。ただしこれがですね、単位が100万なんですね。出ているところもそれで考えると大したお金はもらっていないと、もともとそれほど多くないのにもかかわらず打ち切られている。そしてまた出ているところも減らされている。そういった状況になっています。で、やはり2010年にも補助金打ち切られた埼玉で、誰もが共に行ける埼玉を目指し、埼玉朝鮮学校への補助金支給を求める有志の会というものがあります。でこちらの有志の会さんの、ウェブサイトなんですけれども、朝鮮学校への補助金停止問題 Q&A というのがありまして、こちらスクリーンショットなので動かないんですけれども、こちら の, 右側のこの三角をクリックしていただくと Q4 のように回答が出てきます。朝鮮学校はどんな学校でしょうかとか、補助金に対しての、補助金停止に対しての反対の声が上がっているでしょうか、そういったことに非常に簡潔に丁寧に答えていただいて、ちょっと補助金がカットされるのはちょっとおかしいんではないかなとか、そういったことが丁寧に書かれていますので、こちらもご覧になっていただければと思います。でこちらの方たちが、最愛キムチという活動をしていまして、これはウェブサイトからなんですけれども、2010年度で朝鮮学園、埼玉朝鮮学園への補助金の支給を、埼玉県が打ち切ったと。でそういったことで、埼玉県の方では拉致問題が解決するまで支給を行わないという付帯決議を行った。でこれがですね、これは、朝鮮学校に通う子どもたちとは何ら関係のない外交政治上の理由を持ち出すことによる不当な裁判に他なりません。で2018年度に県が財務状況について健全性が確認できたと学校に通達した後も支給停止は続いています。このような非常に厳しい状況の中、最愛キムチは少しでも学校経営に寄与するため利益全額還付の活動を行っています。美味しいキムチとともに朝鮮学校支援の輪が広がりますようご協力お願いいたします。ということで、こちらの最愛キムチに関しての動画を、ここの有志の会さんが作っていますので、そちらをご紹介します。これは何？長芋カクテリ。最愛キムチを始めるきっかけっていうか、その辺をお話しいただいて。始めるきっかけ、はい、私は
おもり会の役員を、はい、子供が3人いるので、はい、3回おもり会の役員をしたんですけど、はい、するたびにやっぱり先生たちがとても苦労なさって、はい、でも子供たちには本当に笑顔が溢れてて、はい、どれだけ厳しい状況の中でも、はい、すごい素直で、はい、優しい子たちで先生が育ててくれてるのを少しでもサポートできたらっていう気持ちでおもり会の活動もするし、はい、そんな中でポンジュンドームがこの学校の父兄だけではなく、はい、外の人たちにもキムチを買ってもらったりとかして、はい、少しでもサポートできるところを増やせたらって声かけをしてくれたのでそこに、まあ、賛同して一緒にやり始めたんですけど、それをすることによって自分たちだけが頑張ってる環境ではなく周りの人たちに一緒に支えてもらいながらできてるっていうのがすごいいいなと思う。7人、妙4人は多分その後だ。最初は7人でした。7人ですね。7人でスタートしたんだ。で今が7人、チョンヒ、チョンヒョン、ソンエ、ミョンヒョンに、リャンソン、12人。朝鮮学校のこう今後についてみたいなってなんかこうありますか？子供たちが本当に減ってきてるっていうのが現実で、私の子たちはみんな一クラスが30人くらいいたんです、はい、上の子もそうだし、下の去年卒業した子のクラスも30人いたんですけど、やっぱり朝鮮学校に子供を送るっていうことが親に負担になってる部分が財政的なところで大きいので、それで送れない家もあると思うとちょっと胸が痛いし、ここに送ることによってすごく自分の将来大人になった時に同じ一緒に学んできた子たちとの共通点だとかそういうのを共有できる友達に出会えてすごいいい場所なんですけど、まあ、それを守っていくのにどうしてもお金ってかかってくるので、その負担を子どもたちにはかけることはないし、子どもを持ってるお母さんたちが負担に思わないで子どもを学校に送れる環境が整うといいなと思うので、その支援の一つとして最愛キムチがあって、ね、楽しくやってるんですけど、それだから楽しくやれる。もっと朝鮮学校を知ってほしいとは思ってるんです。で、朝鮮学校を知ってほしいっていうことは本質的には在日朝鮮人って一体どういう人たちなの、うんうん、っていうことを知っていただくことだと思うんですよ、うん、だからさっき冒頭に申し上げたように、やはり在日朝鮮人の問題っていうのはアジアの近代史と関連が、うん、もうそこから出発しているので、やはり教育の場で、日本の教育の場でどのようにその時期が扱われていて、うん、朝鮮の問題がどのように扱われているかっていうところを常々こう思うことがあるんですね。で、何も知らないけども仲良くしようぜっていうのはそれはそれでいいと思うんです、うん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 、でも知った上で仲良くしようぜっていうことの方が意味が深いんだと思うんですよ、うんうん、自分の足で来て、うんうん、自分の目で見て肌で感じてほしいと、うんうんうん、でうちの子供たちは誰にでも朝鮮学校に来る人には誰にでもちゃんと挨拶しますから。そうです、ね、今日来てもあの通学途中ですら挨拶してって言われまして、では皆さんに最愛キムチについての動画をご覧いただきました、こちらの最愛キムチに関してもう少しだけご紹介させていただきます。はい、こちらがですね、共に生きる埼玉チャンネルといいまして、誰もが共に生きる埼玉県を目指し、
埼玉朝鮮学校への補助金支給を求める有志の会さんによる YouTube チャンネルがあります。すべて20分未満の、とても見やすいものになっていますので、こういった保護者の方のインタビューであったりとか、補助金打ち切りがおかしいよって言った動画が紹介されてますので、こちらも、概要欄の方で、ご紹介させていただきますので、ぜひご覧になってください。でこちらもカンパのお願いですね。先ほどの有志の会さんから、カンパのご紹介があります。ゆうちょ銀行 と、他の、銀行さんですねもありますので、こちらの方も、概要欄の方をご覧になっていただければと思います。そして、乗り越えネットテレビも皆様のカンパによって支えられています。こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回はこれで終わりとなります。どうもありがとうございました。